海底扇状地とは、大陸方などの比較的浅い海底から海底国を通って深海底へと流れ下る混濁流によって形成された海面下に存在する扇状地のことである。なお、深海扇状地と呼ばれることもある。大陸斜面のような海底の中でも特に傾斜が急な部分に堆積した堆積物は、しばしば海底の斜面を滑り落ちたり崩れ落ちたり、 することがある。また、時には大陸方の上の堆積物までもが、大陸斜面を一気に流れ下ることもある。この堆積物の流れ落ちは、地上で起こる泥流や土石流と似ているが、海中で起こっていることなので、当然ながら、海水と堆積物が混合したものが流れており、これを混濁流と呼ぶ。この混濁流が発生するきっかけとして地震が挙げられるが、他に、 陸上で起きた洪水などで一気に大量の土砂が海に流入することなども混濁流発生の引き金になりうると考えられている。大陸斜面には陸上の谷のようにえぐれた場所が所々に存在し、これを海底国と呼ぶ。ここを混濁流が長い期間にわたっていくども流れ下るとちょうど地上にできる扇状地のようにこの海底国の部分を船長とする。 海底洗浄地が形成される。こうしてできた海底の洗浄地は、陸上の山岳から流れ下る河川によって形成された洗浄地と出来方は似ているものの、陸上にできる洗浄地が多くの粒てを含んでいるのに対して、海底洗浄地は砂や泥を多く含んでいる点が異なる。つまり、陸上の洗浄地は主に粒てや砂によってできているが、 海底洗浄地は主に砂層と泥層の繰り返しによってできていると考えられている。この違いは、陸上にある洗浄地の多くは、河川が山岳を直接侵食してできた粒手などを、河川がそのまま運搬してきたものが、河川の流路の傾斜が緩くなって、河川による運搬力が落ちたために、そのまま粒手などが堆積しているのに対し、海底洗浄地を形成する混濁流は、 主に海底に堆積した砂や泥と海水の混合物による流れだからだと考えられている。なお、海底洗浄地は海底に存在しているものなのにも、かかわらず、放散中や、形相のような浮遊性のプランクトンの死骸の集まりで、ある難出を主成分としないのは、海底洗浄地が、比較的陸に近いところで形成されて、陸からの破砕物が、 比較的多く供給されるからだと考えられている。ありがとうございます。